皆さんこんにちは、寺田正文です。火曜日多度、水曜日と木曜日を、白塚で担当しています。今コロナウイルスの影響で、皆さん練習ができてないと思うので僕らから宿題を出したいと思います。皆さんこんにちは、背番号32の井上翔です。火曜日に多度、木曜日に朝日、金曜日に白塚を担当します。今からトレーニング教えますんで全員で頑張っていきましょう。今からユーロ君向けのトレーニングをします。マーカー4枚用意してください。もしなかった場合はペットボトル4本など用意して、このくらいの大きさ分かるかな、作っていただいてトレーニングします。まず最初にドリブルでこうマーカーの周り、両足使っていいんでドリブルしてください。で最初のところに戻ってきたら逆に一周してください。このコツは、とにかくボールをいっぱい触ってください。細かく、もっともっともっと、そういいね。でインサイドだけじゃなくて足の裏とかも使って、で逆もいっぱい触ってください。なかなかボール触る機会が少ないと思うので、今ボールをいっぱい触って感覚を取り戻してください。次はユーチューブ系のトレーニングです。4つのマーカーを正方形に、大股3歩ぐらいで置いてもらって、最初はアジリティをやって、その後ボールを使って、頭を使いながらのトレーニングです。じゃあ、じゃあ僕が1って言ったら、ここに1、2、3、4、8、8、そこはサイドステップでもいいし、前にタッチしてやってください。最終的に触ったらここに戻ってそう、行きますか。1回1タッチしたら真ん中のマーカーに戻ってください。最後は自分で上に上げて、トラップして、毎回そう、クリアできたかな。たくさんトレーニングして完璧にできるようにしてください。手洗いうがい、あとなるべく3密避けるように、手洗いうがいだよ。あと距離も2メートルぐらい、人との距離保ってください。あまり近づきすぎないように。よろしくお願いします。お願いします。またスクール会場で会いましょう。バイバイ。バイバイ。やばいな。